数々の鬼畜発言をすることで有名な大島選手。東京ドームで行われた試合の解説をした際、東京ドームでは風が吹いている鳥羽を凍りつかせた。さらにジャイアンツの攻撃の時だけ風が吹いていると立て続けに発言した。2015年にあるトークショーに出演した大島選手、大先輩である荒木選手に対して、荒木さんはもうレギュラーじゃないですがしぶとい方なので来年は挽回するはずと鬼畜なエールを送った。一学年上の吉見選手に自身が打った内野安打を、あれはヒットじゃない、俺は認めていないからなと言われると、大島選手はいやいやおじさん5回で降りてるじゃないですかと先輩に対しておじさん発言をかましていた。大島選手が決勝タイムリーを放ちを立ち台に上がった際、この日4三振をしていた平田選手を気遣って、今日は平田デーだったんですけどすみませんと強烈にいじった。2022年の契約更改で来年は A クラスに入れるようにもう一人くらい打つ人が欲しいと球団にリクエストした。しかしその発言後に中日からはレギュラー野手がどんどんと放出された。